はい、今回はですね、人に嫌われない、そして自分にもストレスをかけない話し方というテーマでお話ししたいと思います。結論から言うと、ポジティブな言葉を最後に言うというものなんですけども、これは、ネガティブなことを言うなとかポジティブシンキングだという話ではなくてですね、心理現象として、人はですね、複数の言葉を並べられた時に最後の言葉を強く印象付けて評価してしまうという親近効果という心理現象があります。例えばですね、5万円のコース料理を食べに行った時に相手と話をしてて、今日の料理、5万円だったけど美味しかったよねっていうのと、美味しかったけど5万円って高いよねっていうのと、どちらが言われて印象いいですかね。同じ言葉を言っているけども、最後に5万円って高いよねみたいなネガティブな言葉を言われた方が印象ちょっと良くないですよね。もう一つ例を言うと、例えば、映画を一緒に見に行って、このストーリー普通だけどすごく感動したっていうのと、この映画感動したけどストーリー普通だったよねっていうのと言われて、どちらが、あ、一緒に見に行ってよかったなって思いますかね。いや、ストーリー普通だったでしょって最後に言われた方がこう印象良くないんですよね。こういったように、人って最後に言われた言葉をすごく印象強く持ってしまうので、ネガティブな言葉別に言ってもいいんです。やっぱ日本人ってネガティブなことを言ってしまうという遺伝子がやっぱあるらしいので、ポジティブにポジティブにっていう無理に考える必要はないんですけども、それこそストレスがかかってしまうので、ネガティブな言葉は言ってもいいんです。言ってもいいんですけど、ポジティブな言葉を最後につけてあげる。これだけでだいぶ人からの印象も変わりますし、自分へのストレスもかなり変わってくると思います。ぜひ実践してやってみてください。では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。